図版松梅は、ごく小型のヤツリグサ科の植物である。水田によく生え、芝生のような群落を作る。稲作においては、代表的な雑草とされる。松梅ローム、イシュルト、バリエーション、ロンジェセタス・ベンソンは、単子用植物、ヤツリグサ科ハリー属の植物である。背丈は短く、せいぜい10センチメートル、普通は3センチメートル位。細い糸状のほふ枝を伸ばし、 やや間を置いて、家茎を出す。家茎は束になって生じ、全体としては密集した群落を作る。家茎は細くて、糸状で柔らかく、能力色。葉は基部に、膜状の要少としてのみ残る。コボは、家茎の先端に、単独で生じ、狂乱形で、長さ2から4ミリメートル、少数の花を含む。輪辺の一部は、赤っぽく色づく。果実は、 長さ1ミリメートル、狂乱形で3両形。果実の周りに、差し針が2から4本あり、果実より長い。名前は、松葉で、細く尖った姿を松葉に見立てたもの。湿地や池の周辺、川岸など湿った地面に生育する。ごく背が低いので、開けた場所に生える。半ば蜜に浸かっていることもよくある。特に水田にはよく出現し、場合によっては一面に生えて、 芝生のようになる。北海道から琉球列島まで分布し、国外では朝鮮、中国、シベリア東部に分布する。基本編集のチシママツバイバリエーション、アシキアラースは北半球の温帯から団体に広く分布し、日本でも稀に見つかる。アクアリウム方面ではヘアグラスの名で水草として栽培される。小柄なので水槽の全面近くに植えて、 底面に広がるように育てる。やや細かい砂の方が生育が良いとのこと。CO2 添加をするとより育つ。基本変種のチシママツバイは針刺しが果実より短いか、あるいは存在しない点で区別される。それ以外の同族のほとんどのものははるかに大きい。同じような環境に出るものとしてはハリーが、やや近いが、それでも、倍くらいになる。コボはやや多数派な。また、 ほふ絵画を出さず、まばらに生える。最もよく似ているのは、チャボイリンクである。生育環境は全く異なり、海水の入る塩田などに生える。四国、九州に稀に産する。ありがとうございます。